ブラッドリー・マイケル・スナイダーは、アメリカ合衆国オハイオ州ンダースキー出身の、元プロ野球選手。左投げ左だ。2003年の MLB ドラフトで、クリーブランド・インディアンスから1巡目で指名され入団。この年は、A-9、マホーニングバレー・スクラッパーズで62試合に、出場した。2004年は、 開幕を A 級レイクカウンティキャプテンズで迎えた。8月に A 級キンストンインディアンスに昇格した。2005年6月に A 級アクロン・イアロズに昇格した。2006年は A 級アクロンで133試合に出場した。9月にセプテンバーコールでメジャーに昇格するも出番はなかった。2007年はトリプル A 級 バッファロー・バイソンズで86試合に出場した。2008年は開幕をトリプル A 級バッファローで迎えた。4月27日にメジャーに昇格したが、翌日にはトリプル A 級バッファローに降格した。最終的にこの年はトリプル A 級バッファローで115試合に出場した。2008年9月22日にウェーバーでシカゴ・カブスへ移籍した。 2009年は、トリプル A 級アイオワカブスで74試合に出場した。2010年9月7日にメジャーに昇格し、同日にメジャーデビューを果たす。メジャーでは12試合に出場した。2011年は、トリプル A 級アイオワで迎えていたが、3月29日にメジャー契約を結び、メジャーに昇格したが、6月11日にディーフとなった。シーズン終了後に、 FA となった。2011年11月12日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2012年はトリプル A 級オクラホマシティレットホークスで112試合に出場した。しかしメジャーに昇格することはなかった。2012年11月にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2013年は トリプル A 級りの A シズで116試合に出場した。しかし、この年もメジャーに昇格することはなかった。2013年11月14日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年は開幕を参加トリプル A ラウンドロックエクスプレスで迎えたが、6月10日にミッチモアランドの DL 入りでメジャーに昇格し、10試合に一塁手として出場した。 しかし、打率、167と、成績不振で6月24日に、ィーフとなり、同日に、FA となった。2014年7月4日、不振により対談したジョシュベルの代役として、韓国プロ野球の LG ツインズと契約を結ぶ。同年シーズン限りで対談し、11月25日に、ネクセンヒーローズと契約した。2015年限りで対談。 2016年3月24日に独立リーグアトランティックリーグのサマセットペイトリオッツと契約。ペイトリオッツで34試合に出場後、6月28日にメキシカンリーグのラグナカウボーイズと契約。2017年6月16日にリリースされた。ありがとうございます。